こんにちは、荒川区道路公園課の諸角です。中村です。今日はですね、台風やゲリラ豪雨で洪水が発生して、こういう家屋にですね、雨が侵入防ぐのを防ぐ方法、通常土のうを使ったりしますよね。はい。それをですね、皆さんのご家庭にあるゴミ袋を使って水のうというのを作って、それで水の侵入を防ぐ方法について皆さんにご紹介していきます。はい、それでは早速水のうを作り始めましょう。じゃあ必要な材料を紹介していきますね。はい。まずは、ここにある45リットルの普通のご家庭にあるゴミ袋です。これ水のうを5個作る場合は10枚ご用意ください。10個作る場合は20枚ご用意してください。それからこれはブルーシートなんですけど、これはレジャー のどっかピクニックに行くときにね、使う普通のご家庭にあるものでも結構です。これとそれからこれバケツ、この3つですね。これが準備していただければ十分でございます。まずバケツにゴミ袋を二重にして設置します。はい、そしてここに水を注ぎます。ああ、入れすぎですね大丈夫ですか？大丈夫です。で、その次にですね、ゴミ袋に空気が入らないよう空気を外に押し出しながら閉じて、ゴミ袋の口をしっかり結んで、またしっかり結んでください、中村君。はい、頑張ります。はい、OK です。そしたらですね、外側のゴミ袋も同じようにしっかり閉じましょう。よし、うまい。ありがとうございます。これで OK。 はい、それではですね、今日は、水のうを同じように10個作りましょう。10個水のうを作りましたんで、このようにブルーシートをこの玄関の前にこのように配置していただいて、でここに、水のう、作った水のうを積んでいきます。はい、中村君、頑張って。はい。はい、水がここまで流れてきても、家の中には水が入ってこない、こういうことになります。じゃあ水を流してみましょうかね。はい。手がね、最後滑ってちょっと中村君が濡れてしまいましたけど、どうでしょうか、水のご家庭にある材料で簡単に水を防ぐことができます。はい、終わり。今日はこれまで。さよなら。さよなら。